はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コニーでございます。今日もエルデンリング DLC シャドウオブザエルデツリ続きからやっていきたいと思います。まあ、前回ね、無事に、エニルエリムだっけ、入っていました。無事に言っても変な感じなんですけど、NPC のね、イベントをちょろちょろっと全部緩和してきまして、まあ、多分全部回収できてると思うんだけど、俺が話し取りやろうがい、君は。バラッシュ、よし。ふぅ。で、おそらく最終ダンジョン、侵入してまいりました。というわけで今日は多分ボスまで行けちゃうかにゃっていう感じなんだけど、多分中ボスくらいは行くと思うんだよね。古流的なあれがさ、いる気がするんだよね。というわけで進んでいきたいと思います。でちなみに今日来ているのは、羅刹装備一式でございますね。コスプレイをやっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。これ行けっつってるな。あ、お前、許せん、バイ。こいつのせいで私は何遍苦しみにあったか。一度や二度じゃない。三度、四度、五度、六度。非常に苦しみにあっていた。これで大丈夫。みんなの仇は取ったよ。これは、え？あん？普通に行けちゃうんだけど。え？あ、ノー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 ノ
だだだだだおい、チャクラム飛ばしてくんじゃねえよ鳥さんよ。あ、まだいるし、よいしょよいしょ、あらよっと、ラスト、これが羅刹の力、思い知ったかい。両手持ちしてる？知ってない。よいしょっと、で、アイテム回収、アイテム回収。あれ、これ屋根の上でよかったの？いや、屋根の上が正規ルートだったらちょっと建物なんか戻りたいんだけど屋根の上が正規ルートだったらちょっと建物なんか戻りたいんですけど、まあ、とりあえず進んでいかないと正規ルートかどうかっていうのも判断できないからね、まずね。まずは進んでいこう。でこっち側にアイテムがあるから、まあ、こっち側この屋根の上乗っかってこいつを回収していくと。なんだいこれは、期待し。さて、さらに先、またどうせ鳥いるんだろうな。また、登れないし。ん？あ、いるいるいる。あっちにいますね。ちなみにこっち側降りれたりしない。降りるどころか降りたら登っちまうな。あの世まで。よし。さて。いや、ガードガード。あ、どうも。こんにちは。よいしょ。うん、この太刀ちょっと使いづらいかもね。ああ、そこにいるし、ここ、え、誰も守り人がいない。これちょうだい。礼拝、礼拝か。パワーアップしきれなかったかな、結局多分取り逃しがあるな。礼拝、なんか上登ってたやついたよね。あれ、いたよな。あ、そうそうそう。あなた、あなた。え、一人だけ？うな、バカだ。よし。押せ、なんかちょうだい。あー、ダメか。貴様の肉を切り刻むことが、快感だというのに、消えちまったか。で、この下、あれ？なんか複雑になってるな、ルートが。ルートが複雑に絡み合ってるよ。さらに上登ってっちゃう。ん？いや、マジでこれ先行っちゃうんだけど、祝福？祝福のところから伸びてったやつは？いやー、ええじゃん。ありがとうございます。じゃなくてさ、祝福。祝福から伸びていった先は、どうなっているんだい？どうなっているんだい？いけちゃう、いけちゃうだけだね。よし。あっ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 、よし
せっかく戻ってきたからこの塔のてっぺんまで行こう。いやだめだ、この先がさ気になっちゃってさ、さっきのが脇道だと思ったんよ。普通に進むルートじゃなくて脇道だと思ったんだけど、あ、ないね、ない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 、よかったよかった。これないって分かればもう気持ちよく進めるわけ。じゃあさっきのとこまで行こうか。私のご遺体を拾いに行こう。いてててて、お前何やってんだよ。ほら、さてと、さっき死んだところに戻る途中にある階段なんですけど、ここさちょっと気になるんですよね。降りられそうじゃない、ほら。となるとアイテム回収でしょ。白銀の角質角角か、貨幣の か貨幣のかだな、角質じゃねえや。ずっと間違っていましたね。これアイテム、お、角の戦士の位牌、ここに来て。身長の戦士、オルドビスだっけ、あれがいるから別に、まあ、今さら角の戦士来てもな、彼じゃちょっと役不足かもしれないよ。で、これ上か。OKOK。いや、その前にちょっと。何もないか、なさそうだな。よし、行くぞ。で、これどこにどういう風に繋がるんだろうね。多分あそこからピョーンって行ったから、幻の壁で繋がってるか、こちら側からは開かないとか、そういうところで繋がっているとか、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 ちっち。黄金の角か。あー、え、上行くしかないんだ。となるとこれどっからか降りてきてここに繋がってるって感じっぽいな。そうじゃありませんことねえ。ん、どこだ、あ、いや、あ、これで帰りなさいよってことか、こっちに。おーい、いや、ちょっと聞いてない聞いてない、なんでいるねん、もう来るのめんどくさいんじゃ。ここ戦士、戦士よ。さて、おそらくセキルトかな。さっき、あー、いる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 わ、いるわいるわ。いや、 B 使ってるし、超敏感じゃんあいつ。どんだけ敏感なんよ。あ、お主、それは帰ってこれないんじゃないか。どうするつもりだい。っていうか、あいつ倒しても8000ちょいしか入んないんだ。マジか、安すぎる。あいつ8万くらい経験値くれてもいいと思うんだけど、それぐらいの実力はあるよ。なぜ彼をそんなに安く見積もるんだい。お、日だまり石、この隙間さすがに無理で、あちら側も無理だな。あと、この高いところに登って、おーっとっとっと、大丈夫か今。今ちょっと画面が止まっちまったぞ。ザ・ワールドかけられたな。危ない危ない。誰か一人だけが動ける時の中で殺されちまうとこだった。よいしょ。で、これ建物内に帰ってきた。あ、さっきのあれか、祝福があった建物の上の方ってことかな、これ。猛ショック。おうおう、そうだそうだ、祝福。祝福じゃないよな、あれ。あ、ちょっと待って、これ見たことないところだ。え、で、あそこエレベーターあるよね、真ん中。どこだこれ、エレベーターあるんだけど。え、嘘、これどこに行けばいいの、これ上行くの、上行っちゃうよね、普通だったら。普通だったら上行っちゃうけど、これ下も行けんぞ、普通に。別なルートだ。あ、エレベーター、あー、なるほどね。よいしょ。よいしょ。OK、OK。そしたらこれ下に下ろしてもいいけど、この先
先がメインだな。となると、これ多分ショートカットかなんかだ。一旦これ下ろしちゃおう。ガッコン。で、途中にアイテムが多分、あるんじゃない？ある。え、ねえな。ここどこ？え、どここれ。やばい。つながりが全くわかんない。ん？なんであいついるんだよ。いいだろう。やるしかないな。よいしょ。あいつ、俺より強くね？スタミナが足りない。マジで草刈り。ふう。おっといけるか。頼む、行ってくれ。お願いだ。よいしょ。ふう。あいつはこの1個だけを守ってたよ。でも色がちょっと違うな、これ。いいやつなんじゃない？アイテム。あー。あー、なるほどね。うん。とてもいいものを守っていた。彼はとてもいいものを守っていたよ。さて、じゃあ戻っていくというか、一旦これは足場上に戻して、上から見下ろした時にあったアイテム、ちょっとあれを回収してこよう。どこかな？あ、それだ。よしよし。これだ。お、墓守り鳥の兜。ついに手に入ったか。他のやつは結構あったんだけどね。なんであれ光ってるんだろう。光ってるの気になるけど、ただの明かりかな？あれ、これ。あれ、これやばくない？帰れなくない？あ、帰れた。危ねえ。危ねえ、危ねえ。帰るにはいいかと思いましたよ。さて、で、これはどこまで、これ下、え、下あるの？あ、下が、はい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 、わかりました、わかりました。なるほどね。あとレバーはガッチャンコしておいて、よいしょ。こちらはおまけルートだ。探石と墓守の頭、あれを取りに来たような。もうで、我々は上に戻っていくと。チョキ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 チ。しかしこの装備は結構しんどいな。火ダメージが大きくなるっていうのはやっぱでけえわ。うわ、ちょっとまたいるよあいつ。またあの強いやついるわ。しんどいな、しんどいのー、しんどいのー。まあ行きましょうか。ケツから血目取れれば一番いいんだけど。ちょっと装備変えさせてもらう。さあ狙って届くかな。いっけ、届け、僕の思い。よしよし、僕の思い届いてるけど、ダメージが全然違う。ちょっと待って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 、ちょっと隙がでかすぎる。隙がでかすぎる。え、ここまでまた来んの？あ、待って、はい、呼べるじゃねえか。これは呼ぶしかないでしょう。ね、遠いんだけど。ね、遠いんだけど。ね、遠いんだけど。さあ、帰ってきた。で、私は、メスメル兵の遺体を、遺灰をつかせてもらう。遺体じゃねえ、遺灰をな。
行こうじゃないか。皆さん3対1どれだけ戦えるかわからないけど、やれるだけやってみましょう。お二人さん、お二人さん、位牌持ちのお二人さん、大丈夫ですよ。戦ってもらって大丈夫ですよ。よし、ナイス。よしよし、いいよ。違う違う違う、ノー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 。よいしょ。いやー、やっぱ強いね。今メスメル兵が強い。一人じゃないから、僕らは一人じゃないから。よいしょよいしょ、痛い。飲ませて。竜巻強い。いけ、メスメルヘ、いけ、とどめさせちゃえ。やれやれやれ、いけるぞいけるぞ、あと一発。ナイス。え、ツノビットと、ああ、太極拳、こいつ強いやつだったのかな。都の守護者たる角の戦士の大極拳、入信の領域を生かすための重武器、その刀身には混じり角がかたどられ、神角卸の職場となる。角卸や嵐、刀身に混じり角を下ろす戦技、その角に嵐を呼び敵を投げ払う。追加の威力で2度まで追撃につながる。強そうだな。強そう。嵐を感じる。君も風を感じるかい？僕は感じるよ。というわけで階段登っていくか。いや、いよいよこれ大詰めかな。何かを感じる。そう、祝福の導きをね。最後のあれかな？エイジのかけらじゃないか？おそらく。エイジの破片。パワーアップできるかな？多分最後のパワーアップだね、できるとしても。もうないでしょう、さすがに。ああ、無理だね。足りないわ。よかろう。よかろう。あとはあなたの実力でいきなさい。そういうことですね。扉が開くわけでもなし。それでは行きましょうか。どうなってる？お、うんうん、誰かいる。レダッチじゃん。レダだ。やはりやってきたか。君はミケラ様ではなく黄金人に気づいていたか。I come to these lands to begin with. I suppose it must be what His Eminence, or perhaps the Erdtree, desired all along. The clashing of the favored lords. Such that one would prevail. So be it. なるほど。マリカ対ミケラの構図ができているわけか。Then I will run you through whoever you might be. 我が剣で貫くそれだけだ。待っているぞ。消えた？あ、なんかついてる。ん？アンスバッハさんじゃん。え、あ、アンスバッハさん、これがあれか。あの、なんだっけ。あの人、ミネルヴァ。ミネルヴァじゃなくて、なんだっけ。なんだっけ。フレイヤだ。フレイヤが言ってた、刃か。アンスバッハの刃。鎌使いだったか。なるほど。お、ティエリエ。ティエリエ。お前、超高瓶かな。あ、超高瓶じゃないぞ。なんか、超光瓶は持ってるな。トゲと超光瓶だ。ティエリー、お前も来てくれるのか？いや、これは総力戦じゃろ。レダと同志たちだもん。これは、私もあの、位牌使って総力戦で行くわ。なんだかんだ一番当てにさせてもらっている、霊廟兵の皆さんです。彼らにちょっと助力を願おう。とりあえず、会話とか聞きたいからこいつら呼びましょうか。アンスバッハさん。よし。じゃあ二人ともよろしくお願いします。じゃあレダと行くか、同志たち。イエス。誰が敵で来るんだろうな。集団戦ってことだよね。とりあえず霊廟兵呼ぶべ。落葉の弾。あ、フレイヤさん、フレイヤさんからか。タイムトゥカム。あ、獅子切り。
あ、ちょっと待ってね。ちょっと待って。打ちすぎ、血しぎりを。ちょっと待って。マジで死んじまう。あっちも弱っちゃうとこだった。よいしょ。やっぱ一撃が重い。草刈りに入ります。ムーア！ムーア！ムーア、お前来たのか。ムーア来たくれたんだな。あ、違う、敵か。悲しいことだよ、本当に悲しいことだよ。ミケラ様、ラダーン。てか、ムーア悲しいな。あ、てか、来たな、協力者、アンスバッハ。おお、なんか熱い戦いだな。ムーア、俺は悲しいよ。君と敵対、ドッスンローリングだ。焦りとどうやら利害一致しているようですね。ムーアを倒させてもらうか。ムーアどこ行ってたんだ。ダン、ダメだよ。ティエイエ、お願いする。熱いな。あ、来た来た、レーダー草刈り入ります。やばいやばいやばい、草刈りしすぎ。落ち着け落ち着け。おっと、霊病兵の皆さんもみんな数が減ってるないじゃないか。ダン先生、おしまいです。ミケラ様、神におなりください。つむが、っていうかムーア、ムーアまだ生きてる。ちょっと待って、ムーア、お前倒したつもりになってた。悪かったな。よいしょよいしょ。おらよっと、ずっと悲しいまま。大丈夫、忘れてしまえばいいよ。さてレーダー、あと一人、みんなでボコボコにしてやろうじゃないか。協力者の皆さん、頑張りましょう。皆さん、よし、いけ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 。5対1、負けるわけがない、こんなの。よし、どうか世界優しく。レーダーの剣、ありがとう。ありがとう、ティエリエ。そして、アンスバッハさん。そして、霊病兵の皆さん、ありがとうございます。やはり強かった。お、お、ご遺体が。あ、ムーア。ムーアのすす玉。緑章の大盾。緑章、あー、これ最重量防具じゃない？これもしかすると。フレイヤーの体験ね。兜、銅、鉄鋼、銅盾。あ、あそこにも。ダンか。弾流手術。ちょっと待って。足技？ここに来てダンの足技が。え、これは、あとレダーいないのかな、レダー。ちょっと探してみよう。あれ、この広いとこにはいないね。そうするとレダー先かな。ダンが結構、意外とちゃんと協力者というかさ、ちゃんとミケラ側だったから、レダーが信頼してたやつだったもんね。だからこの奥だよ、きっと。いるとすると。あ、いた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 。だよね、いるよね、知ってるよね。レダーの鎧。あ、手こわしこはくれないのか。ちょっとこれ相手を見るしかないでしょ、インベントリー。針の騎士、レダーの銅鎧。ローリングバックステップからの攻撃とダッシュ攻撃をわずかに強化する。あ、結構いいやつじゃん。黄金の考察中が縫い取られた白亜のマント、サーコートは、名誉ある針の騎士の証である。ミケラは我らを針とつなぎ、紡ぎ上げた。すべてを沈め、退けるために。ミケラ様。弾流手術。武器を持たず戦う格闘術の一つ、蹴りを主体とした武術。レダーの名誉たる落葉の弾の技、滝に打たれ、また身を投げることで体得した弾独自の手術。八景だ。すねあって、明石フレナ。もともとは検討者だった彼女は、その勇壮を若きラダーンに見出され、この絵に取り立てられたという。ほもほも。黄金の主公。黒い羊毛のマント。フレイヤの黄金の兜。すげえ兜だよね、これね。本当に顔隠してるな。その顔には醜い傷跡が赤く刻まれている。かつてミケラはそれにそっと口づけし、以来傷跡は消えることのない導きとなった。はあ、ミッキャリアに導かれちゃったんだ、それで。で、フレイヤの体験。
祝意なれい。なんだ。たてがみがあしらわれた体験。フレイヤーの鍛錬が宿っており、獅子の鮮魚を振るうとき、その威力が高まる。鮮魚回転切り。あ、回転切り。あれ、文字し切りだったよね、確か。緑章と呼ばれる特殊な金属で作られた足子。緑章は外なる紙の贈り物であるといい、腐食しているがゆえにずっしりと重く、柔らかな強さを持っている。へぇー。鉄鋼、銅、兜、大盾、カット率よりもガード強度に優れた盾。たとえ使い手が力尽きようとも、この盾だけは誰かを守り続けるに。ムーアの突撃。両手で盾を構え、ガード下も突撃し、最後に、緑章の魔力を込めて押し出す戦技。周囲の敵を吹き飛ばすが、ひどく傷つけることはない。あー、そういうやつなんだ。で、ムーアの鈴玉。で、これが、墓守鳥を模した防具の一つ。古いゴーレムであり、あらゆる死の流れの行く場所は墓守の番人と。で、あとこれ、レダーの剣だね。黄金が細かく編み込まれた携帯剣。針の騎士、レダーの獲物を、生存性の攻撃力を持つ。かつて、騎士団の同士たちを貫いた、その、騎士団仲間やってんじゃんかよ。限りなく、拭われて、なお、血の匂いがこびりついている。十字の黄金の針を生じ、対象を一時に差し貫く。また、差し貫いた対象のあらゆる状態以上と特殊な効果を消し去る。へぇ、面白。ちょっと後で装備しておこうかな。さて、この先、祝福があれば、ステージは終わり。なければまだ続くという感じだと思われるんだけど、ないパターンか、これ。乗りましょうか。エレベーターに。剣振ったりできないからね。楽しみだ。どうなるか。どうなることやら。うん、アンスバッハさん、ここに来て。Righteous Tarnished. That was an astounding battle, to be sure. Now I suppose this leaves. これであと一つというところですな。Truth, I cannot calm my quivering. Challenging a god. ロヘアスマさん、心強い。ティエリーについて。I'm afraid I underestimated the lad. Appearing frail in both body and mind. 心も体も繊細で、それに戦いには、戦には向かぬものと。ティエリードの戦いもまた見事でした。どこかで震えているんでしょうね。神と戦うのだから。で、モーグの死について。気になるに決まってんだろうよ。皆までは必要ありません。知っていましたか。そうなんです。正々と戦い敗れたのはそれが王たらんとする者の定めでしょう。それに私は愚かにも魅了されていました。何を言う資格もありません。汗人との気候に勝利を、我が地にかけて。はあ、かっこいい。我が地にかけて、やっぱりあなたと一緒にいてよかった。ティエリエはさすがにいないね。あ、待って、黄金の霧があるぞ。となると、あれ、祝福はもうないのかな？あ、いや、ある。もうここの目の前だ。いい距離感。いい距離感ですよ、これ。このぐらいの距離がちょうどいいわ。さて、神の門。前階段。いよいよという感じだな。上にティエリエとかいるか確認だけしちゃおうか。いるかな。あ、ティエリエ震えてらっしゃるんだな。アンスバッハさんも。よし、というわけで、次回、おそらく最終回になると思います。神に挑みたいと思いますので、引き続きご視聴をよろしくお願いいたしまする。というわけで、ここまでの語りは私、コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。というわけで、終わったと思っただろう。終わってないんだね。いやは、すっかり忘れてた。危うく最終回やっちゃうところだったんですけど、ここね、ここ。ここクリアするの忘れてたわ。ここの攻略を進めていきたいと思います。とりあえず入り口のところの最初の祝福開けるところまでやっちゃおうかなと思っていますので、よろしくお願いします。というわけで、
おお、演出の城塞来たね。最後の最後、ラストの前に戦わせていただこう。あ、これカーリアっぽいな。あ、カーリアだ。よいしょ。おお、足刈らせてもらおうか。っていうかこれちょっと相性悪い、もしかして相性悪い気がするな。よいしょ。いや、突き下なのが非常に良くない。よいしょ。そうそう、切り落とすしかないな。 OK。 あ、どこだどこだどこだ、ここだ。失礼します。よいしょよいしょ。でもなんでここにカーリアの人がいるんだ。なんでカーリアの関係者の人がいる理由がわからん。うん、何何、いや、やっぱほんとカーリア系じゃん。王家の魔力油、魔法使いごときが私に歯向かうと。さてと、まっすぐ階段登るルートと右側か。まあ、とりあえず、マップ見ると、まっすぐが多分正規ルートっぽいから、まずは右側行こうか。橋を渡ってきて、この辺は何もなさそうかしら？ないね。いや、あるな。あるね、あるね。ありますね。よし。下見ても、下は何もなしね。OK。たらこっち側で中お邪魔。お、ある、影の血のルーン。あ、まあ、こんなもんか。こんなもんだね。よし、じゃあ左手側にあった階段を登っていきましょうか。多分入り口のなんかさ、あのルーンが、ルーンじゃねえや、祝福があると思うんで、とりあえずそこまではね進めてきてなと思うんでございますよ。ある程度でかいところだから、ボスまではね、ちょっと多分、行くには時間が足りないので、まあ、ある程度やって終わりにしてですね。というわけで階段登っていく。岩とか落ちてこない？鉄球とか。鉄球とか。レアルカリアの雰囲気ないですか？大丈夫ですか？ここ何も、あるあるある。しっかりある。ちゃんと、壊れたルーンか。まあよかろう。それでもいい。壊れててもいい。さてと、で、上にあるのが1個。で、あとは。よいしょ。あ、ミス・マロヘイ？よいしょ。よいしょ。よいしょ。あー、まだまだ全然弱いな、こいつらは。弱いメス・メルヘイだ。弱いメス・メルヘイってもなんか変な、なんかすごい失礼なこと言った気がするわ。さて、あー、おサボりマンがいる。おサボりマンがいます。で、犬。よし。でもワンパンか。洞窟があって、ああ、はいはい、上行けちゃう。ん？なんかいるか？何もいないかな？よし、じゃあこの、はしご登らせていただきましょうか。きっと宝箱が、宝箱はそこにあるはず。見ていてください。3、2、ほら、本当にあると思わなかったわ。レディーソード。体験に比する長い刀身を、剣身を持ちながら、その重量を極限まで削った剣。携帯剣、貴婦人の、名を持つ上質な獲物。洗練された型により、直剣と同等の速さで振るうことができる。貫通好き。あ、これ、あれか。これがあれじゃない。携帯剣っていう新しい武器カテゴリーのやつじゃない。こんな終盤になっちゃうんだ、出てくるの。いやー、逆手剣とか早めに出てきたからさ、こんなにさ、遅くなる、いや、違う、遅いわけじゃないんだ。あれだ、私がここに来るのが遅かったから、終盤の入手になってしまったというだけか。ラスボス目の前まで行って手に入るとかないもんね、普通ね。うん。カテゴリー的にはそうだよね、携帯剣。あ、さっきのレダの剣とかと一緒じゃない？あ、そうだ。レダの剣と一緒だね。
まあ、聖属性乗ってる、ああどっちもいいけど、まあとりあえず次回はちょっとこの辺使ってね進めていきたいですね。装備もこの装備はちょっと変えますんでねこの装備は私変えますんでね。よし、じゃあ先進んでいきましょうか。意外と何もない、手入れが行き届いてませんな。あ、敵じゃないか、リスか。風切り羽ね。あれ、そろそろ何か、あーリスかリスか、なんかちょっと冷やかしあったな今。お、メスメロヘイ、メスメロヘイ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 、硬いね結構。いただきます。ああ、はいはい、ボール2。ああアイテムがあるからもらっちゃう。ボルトか、あれこれこっち行けるじゃん。ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、でこっち側も行けるんだもんね。おい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 、やってくれるじゃないの。いけねえやこっちはいけねえや。となるとお帰りはこちらのルートでっていうことか。さっき通ってきた洞窟から分岐してたりしない、これ。あ、アイテムある、ホタル、美しい。なるほどね。よしよし、オッケーオッケー。あー、いるいるのね。オッケー、やろうか。よいしょよいしょ、いける。おいー、そうだね、ガードカウンターで進化を発揮するんだよな、その攻撃は。なんか柔らかくね、なんか柔らけえな。そんなもんかい兄さん、そんなもんかい。まったく俺にお尻を向けてなんてやつだ。さて先、おお、ミケラ、ミケラの十字があるわ。ミケラの十字があるってことは、うーん、油断してた。ごめんね。フロムってそういう人だったわ。お、鳥足の白銀漬け。さて、ミケラの十字があるということは、これ祝福もあるんじゃない？え？あ、置き手紙だ。ちょっと待って。ここにいるじゃねえか。置き手紙を見たいけど、まずはこれ。ちょっと待って、祝福を起動してからにしよう。祝福を起動してからにしよう。取りに行きたいけど。レダの置き手紙。エージェント破片。で、これはミケラ何置いてたんだ？我が肉体を削りここに捨てる。あ、いつものやつか。すげえ削りまくってるな。これはなんだ？装飾探石。インベントリ、これだね。X 内容を確認できる。レザーが残した置き手紙。ミケラの足跡を追う同志たちに当てられている。段からことづてがあった。不意の木はラウフの小遺跡にある。保管庫1階から通じる高架橋の先だ。私もそこへ向かう。やるべきことをやった後に。ミケラ様はきっと向かわれる。影に封じられた塔の神の門に。我らがそこに至るには、不意の木を焼くしかない。そのための火も必要だろう。おー。なんか今更だな。あいつらもう死んじまったしな。ロストプレスディスカバード。これもしかしてあれかな、正面から扉開かないから、あの下行くしかないとかそういうことかな。ああ、そうだ、多分。ああ、そうだね。この先行くのがルートだ。OK! というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。改めましてね。次回またこの続きからエンシスの城塞、攻略を進めていきたいと思いますので、引き続きご視聴ほどよろしくお願いいたします。というわけでここまでの語り、私コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。俺はアッキラセスのタグにはなれなかった。